ヤト病。ヤト病とは、ヤト病菌を原因とする、人獣共通感染症。人や、野兎、ヤト、プレーリードッグ、野生ゲシ種類などに感染する。家畜伝染病予防法における届け出伝染病、感染症法における4類感染症に指定されている。日本では、ヤトとの接触による感染が多く報告されているため、この名前がある。 アメリカ合衆国カリフォルニア州トゥーレアリ軍 W トゥールリーカウンティーカリフォルニアで発見されたことから、ツラレミア、日本での発生事例を報告し研究した医師である大原八郎の中、大原病、その他、フラス SDGs やラビットフィーバーとも呼ばれる。症状が重篤化することがあり、特に北米のヤト病菌は毒性が強く重症化を起こしやすい。 ヤト病菌は極めて感染力が強い菌で生物兵器としての使用が懸念されており、アメリカ疾病予防管理センターでは最も危険とされるカテゴリー A に分類されている。1837年、天保八年に本間総研が表した8日記録において食と中毒と記したものがヤト病の最も古い文献上の記録だとされる。年に ユタ州でアブに刺された人に原因不明の熱性疾患が発生し、医師のアール、エピアースがアブネスディアー・フライフィーバーと名付けている。報告当時は原因は不明であったが、後にこれがヤト病と同じものであることが判明した。これがアメリカでの最初の発生報告であったとされる。1911年、アメリカのカリフォルニア州、ツラレン群で野生のハタリス。 地上に生息するリスの一種にペスト様の疾患が集団発生し、翌1912年にマッコイとチャピンが原因菌として分離、バクティリアムトゥーラレンシスと命名した。その後、1914年にはエリーラが人への感染例を報告した。その後、アメリカ公衆衛生局の遺憾であったフランシスは1919 19年からヤト病菌の詳細研究を行った。 さきのアブネツだけでなく、アメリカ各地で多くの疾患名で呼ばれていたが、1921年にフランシスはトゥールリミア、ツラレミアという名称に統一することを提唱した。1925年、アメリカでの研究とは独立に、福島市で開業していた、下界の大原八郎が、地域的に流行していた。 感染症の原因を解明する過程で感染源と思われるのウサギから菌を分離した。大原は軍医であり細菌学の知識を持っていた羽賀武四郎と共同研究でその解析を行い自分の妻である大原力の腕に分離した菌を止まして実験的に感染させることで本菌が病原体であることを証明して大原ガ菌と名付けた。その後 大原とフランシスはそれぞれお互いが研究しているヤト病とツラレミアが同じ病原体による同じ疾患ではないかと考えて共同研究を行い、その結果、1929年に B.、E. トゥーラレンシスと大原、ハガキンが同一であることが明らかにされた。1947年、ドロフ・イブがフランシスの名にちなんでフランシセラ族という新しい族を提案し、 学名を、フランシセラ・トゥーラレンシスに改めた。グラム陰性非運動性無我法性後期性、肝菌である、ヤト病菌フランシセラ・トゥーラレンシスが、病原体である。本菌に感染したウサギなどの白皮や、調理の際に、血液や肉に接触することで感染する。また、ノミ、ダニ、カなどを媒介にして、経費的に感染する。なお、人から人への感染は起こらない。 やと病菌は極めて感染力が強い菌であり、数個から100個という、ごく少数の菌と接触しただけで感染が成立する。また、皮膚の総勝負だけでなく、健康な皮膚からも侵入して感染できるという、他の細菌には見られない特徴を持つ。このため、本菌を扱っている研究者が、実験室感染するケースも多い。北米、ロシアなど主に北半球で発生し、 日本国内では、東北、関東での発生が多く見られた。農業従事者や資料者、本菌を扱う研究者が感染することが多い。人においては、潜伏期は3から5日で、突然の波状熱、頭痛、保管、吐き気、嘔吐、衰弱、可能、海洋の発生を見る。未治療では3割以上の死亡率となるが、適切な治療が行われれば、 ほとんどは回復する。動物では、矢と、血脂類では、交換受精であり、敗血症により死亡することが多く、死体では、核不ンパ説の主張が見られる。羊では発熱、運動失調、下痢、流産などを示し、洋弱なものでは死亡する。矢と,との接触歴があれば、矢と病を疑う。病変と末の染色狂犬、凝集反応、 遅延型被害反応の結果などから診断する。最も確実な診断方法は、患者からの菌の分離、同定であるが、ヤト病菌は、発育に、シスチンとヘモグロビンを要求するので通常の培地では、ほとんど増殖せず、8%羊脱鮮血化、有言寒天培地システイン株同等血液寒天培地卵黄培地などの適した培地であっても培養に、 数日を必要とする。感受性のある抗生物質を投与する。早期に治療を開始すればそのほとんどが回復する。回復後は高度免疫が成立するが再感染する例も報告されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。